さあ、というわけで今日は群馬サイクルスポーツセンターに来ているわけなんですけれども、栗林祐介選手とそしてスーパーカー協会の会長でいらっしゃいます、はい、須山さんに須山と申します、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、お願いします、はい、来たー来たー、渋い、渋かっこいい お名前と、車の紹介をお願いします。あの、サブローと申します、はい、あのロータスエスプリ、はい、SE です、はい、いや生でスプリ見たの初めてかもしれない。ありそうでないですよ、ありそうでないかも。ちなみにエスプリの SE っていうのはどういう仕様なんですか。スペシャルエクイプメント、エクイプメント、なんかちょっと下噛みそうな、どういう意味なんでしょうかね。エクイプメント、すごい難しい、よくわかんないです、ね、よくわからない。あの特別、まあ、スペシャルですね。スペシャルってこと、まあ、スペシャル、ね、何がスペシャルなんですかこの車は。この SE っていうのが出たところからインタークーラーターボになった。おお。でエスプリターボってあったんですけども、はい、そのエスプリターボのもう一つ上のランクで SE が出たのが、89年かな。はい。で。あの91年からノンターボのモデルがなくなって、はいはい、エスプリターボっていう、そのターボっていう言葉がなくなって、もう SE だけになった。ああ、なるほどね。そうなんです。これ何気なくこうなかなかロータス車の内装って見ることないんですけど。いや、いいですよ。英国風のエレガンスなんですよ、ロータス。メーターもおしゃれですね。メーターもおしゃれ。まあ、いいですよ。大好き私も。ロータスの中では意外とその作りがラグジュアリーな、そうラグジュアリー、はいはい、一番ね上のグレードモデルですから ね、これはね、確かにエリーゼとかだと本当に何もついてないみたいなのありますもんね。助手席のこのダッシュのこの形状とか、うん、なかなかないですよね、最近では、うん、低い感じ で、あのちょっとシフトレバーがこう高い位置に、はい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 、あのセンターコンソールの、はいはい、出っ張り感が、うん、なかなかない、あれが豪華なんですよね、うんうん、もう今ないけどもこの時代のこの車ってバックボーンフレームの車なんで、はいはいはい、それで真ん中がああいう風になってるっていう、へえ、はい、いやでもすごく、いやかっこよくいい車でした。であとこの車昔からよく言われてるのが実はトヨタのパーツ、あーロータス、はいはいはい、後ろから見ると見たことある形の、これセリカとかですかもしかして、う、ね、違うのかな、86のテールランプと、あ 86? 86って知らないんですかこれ、そうよく見るとここ、あ、トヨタって書いてある、本当だ、トヨタって書いてある、これが要はもうまんまあの86のテールランプなんです。へー、知らなかった、なんか70とか MR2 とかそういうのかなと思ったんですけど、そのまんまですこれ。確かに、だから見る人が見たらそのちょっと横に伸びた86みたいだなっていう言われるとそう見え、そう見えてしまうかもしれないですね、ちょっとね。あ、池田です、池田正人です、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これはアストマーチの2007年の V8 バンテージですね、はい、バンテージで、もともと須山さんが乗ってたことがあるということで、はい、毎回ちょっと須山さんからご連絡を受けて今日も参加させて、はい、アストの仲間で、はい、すいません、あの車のことまず触れたいと思ってたんですけど、はいはい、気になるんですよ、あのね、こっちが、そう、あのね、突っ込もうか突っ込まいがずっと迷ってたの、これ、このエリア、いや車に乗る前に結構あの F1 やらあの、レースが好きで見に行って、はい、で会場で結構あの F1 毎年鈴鹿でまだ開催してた時は、うん、まあ、ドライバーの人も、まあ、出入りがいつも決まってるのでそこで捕まえて出待ち。そうですね、でサインもらってるわけ、こういうの、これ僕やっぱレースオタクなんで分かりますよ、これ、うん、ハミルトンです、そうですね、これ三日八記念ですよ、です、ね、これはバトンと、でサインはあれ時計のリシャールミルってあるじゃないですか、はい、あのリシャールミルのサインなんですよ、へ、はい、それはちょっと分かんなかったんですよ、なんならこれもさっき確認しました、はい、だって見てたもんね、さっきね見てあれとかって言ってたんで、はい、すごいな、僕やっぱりアソマチでは内装がすごく気になるんですけど、見ちゃいます、はい、どうせハンドル側、そうだね、左側でじゃあどちらでも、はい、そうすると一番のお気に入りのポイントとか、今度メーターがまたおしゃれじゃないですか、あのなんて言うんでしょう、普通の車は同じ方向どっちでしたっけ、逆で回りますよね、であの 両側なんて言うんでしょうね、こう最初ね、はい、対称、左右対称に回るメーターで、非常に、あと時計のねクロノグラフみたいなね、はいはいはい、デザインでそれが特徴的らしいですね、だとなんでしょう、他の車ですと内装が結構輸入車のイタリア車にしても、まあ、結構内装があんまりすごくいい車でも結構安っぽく見えてしまうのがアストマーチンですと、初めて乗った時からすごく高級感があって素敵な内装だなっていうのは感じましたね、うん、サイドブレーキってここについてるんですか、はい、本当だ、確かに、はい、こんなところ結構珍しいですね、これは右ハンドルになっても右の外側についてるんですか、
サイドブレーキ。確か外側だったと思いますよ。そういうデザインなんですね、もう。でもこの景観を損ねないというか、うん、このパッと見見えないところがやっぱ、そうですね、真ん中だとちょっとね、思いっきりサイドブレーキになっちゃいますからね、見えちゃうんで、おしゃれですね。ですからこれはいつもサイドブレーキかけると普通引き上げてロックですけど、はい、あれはほら下がった状態に今ロックになってますから。あ、そうだ、そう、本当だ、ボタンの操作でね、ロックアンロックをやるので、はいはい、これも当然乗り降りしやすいように考えられてます。そういうとこも考えられてるんですね。いやでもさ、やっぱりこうエンジンかけたくなるなっていうスタートボタンしてますよ、気になっちゃいました。ここ、このエンジンスタートです。そのアストンマーチンって入ってるのかっこいいですね。かけてお時間あれば。ただ音がですね、撮影もできる。どの車もかけて、はい、どの車もかけて吹かしたいぐらいの勢いだったんですけど、はい。ね、はい、運転手付きですか、もしかして。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。おっしゃって、はい、あ、これでエンジンかけて。オーナーさんの格好については触れなくていいってことで大丈夫です。結婚詐欺師です。それはやめといた方がいいです。やめといた方がいいと思います。はい、はい、文化を、はい、オープンにすると。はい、そうですね。窓ばっか、窓が開いたり閉まったりしてますけど、あれ窓が開いたり閉まったりしてますね、はい、このリアクションを見るとですね、多分操作方法知らない、ね、分かってないですね、これ運転手、はい、もし女性としてはお綺麗なんですけど、ちょっと運転手としては、はい、運転手さんとしてはちょっと問題ありかもしれないですね。ウェットしてる。おお、すごい、すごい。これ押しっぱなしだそうです。だいたい窓が開いたり閉まったりしましたから、はい、すごい、ちゃんと電動でね、全部ね、閉まる。おお、すごい。あれ、もうちょっと押した。まだ羽が生えてるみたいな、はい、まだ羽が生えてるみたいになっちゃいましたね。もうちょい、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 なんで僕らが指示してるんだろう、はい、なんでですかね。おー、閉まりました、はい、閉まりました。はい、はい、すごいですよ。はい、次です。次は実はこれはですね、すごい貴重な車ですね、これは。はい、この、あ、オーナーさん、はい、オーナーさん、オーナーさん、あー、はい、お名前と車の紹介お願いします。はい、カブラキと申します。カブラキさん、はい、はい、カブラキさん、はい、車がランボルギーニディアブロ、ディアブロ、なんかディアブロの、はい、特別仕様と。いやいや、救急のスーパーベロシですよ。はい、SV ですね、通称スーパーベロシ、はい、SV、はい、それどういう意味なんでしょうか、 SV は速いっていう意味です、ね、速いっていう意味です、ね、なるほど。これ普通のディアブロよりも速いんですね。速いらしいですね。らしいですか、はい、なるほど。まあ、みんな速いですけどね、大体ね。はい、みんな速いんで。でも貴重、はい、99年、99年です。なかなかないとかって聞くんですけど、1年しか作ってなかったでしたね。内装なんか見ると分かりますけど、内装で分かるんですか。どんなところの違いかちょっと教えてください。シェパネルを見ると分かるんですけど、はい、この99年式だけ6リッターっていうこの後のモデルに近い形なんですけど、ダッシュボードがすごい低く作られてるんで、はい、低いな、確かに。この形のディアブロはこれはもう1年しか作ってなかったんですよ。はい、これ最初型の99だけですね、はい、このダッシュボードがついてるのは。レーシングカーみたいですね。レーシングカー、そうですね、本当に。この後のでもディアブロなんか同じような形、はい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 、似たような形になってますね。これハンドルも全部純正ですか。これ純正です、はい、ハンドルのオフセット感すごくないですか。すごい、すごい手前に来てますよね。そうですね、そうですね、結構手前ですね、近い感じです、うん、結構なんか普通の車ってこう足に合わせちゃうとハンドル遠いなみたいなのあるじゃないですか。はい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 、ありますね。やっぱすごいですよ、ランボルギーニと。ランボルギーニすごいね、やっぱりね。レーシングカーですよ、はい、本当に。いや、もうめちゃくちゃ乗りづらいですけどね。ペダルを見ると分かるんですけど、まあカウンタックのもそうなんですけど、やっぱ全部右に、あ、すごいですね。右に全部ブレーキ踏むとアクセルも一緒に踏んじゃう、はい、そうですね、はい、スリーペダルなんでクラッチ、ブレーキ、アクセルが全部右に寄ってるんで、はい、フォーミラーですよ、これは。レーシングカーですよ、本当に。靴はあの細い靴じゃないと運転できない。そうですよね、はいはい、サイドブレーキもやっぱり、あ、サイドブレーキやっぱここにある、ね、高級車あるあるですね。高級車あるあるですね、バーカーあるある、はい、上げた後に下がるっていう、はい、いやでもめちゃくちゃかっこいい。ディアブロってあのそのね、昔 GT に出てたじゃないですか。あ、出てた。あのイメージはあるんですけど、確かに純正というかこう街乗りでね、うん、普段見ることないんで、はい、うん、綺麗ですね。でもそうですね、はい、これ色も純正ですか。これ純正です、はい、ルマンブルー、ね、めちゃくちゃ綺麗な色。純正。しかもまあ当時の言われているこの器のステッカーがついてるんで、はい、これはもうあのいわゆる正規の普通に輸入されてる車ですね、はい、あ、じゃあここでその、まあ、レプリカなのか。いや、今あるレプリカというか、まあ、あのいわゆる当時のディーラー車と言われている車であったりするんですね、はいはい、当時あのランボルギーニのディーラーはなかったんですけど、はいはい、まあ、ここが唯一ランボルギーニから正規で輸入しているところなんで、はい、さりげなくこれ貴重ですよ、はい、だから、ね、はい、確かに。で、僕ディアブロってそういえばヘッドライトが、そうですね、特徴ですね、ここは。
これも99年式からですけど、はい、固定ライトに変わってる、ね、ですよね。なかなか見ないですよね、はい、これ ね、 ね、はい、まあ、空力もねこれでね改善されましたし ね、 そうですね。あれもともとはもともと確かリトラですよ ね、 そうですよね。91年までリトラクタブルライトだったんで、はいはい、これが99年式からこのライトになったんですよ、はい、いやこのライトはもう貴重なんですね。そのこのライトは貴重ですけど、あのこれはあの某メーカーの某ライトなんで、そうですよね、有名な話ですけど、はいはい、これはあの Z32 PRD Z 日産の純正の部品です。え、はい、あ、そうなんですか。そうです、そうなんです、はい、これは日産純正の少量生産のスーパーカーはこういうものを作ってお金かかってしょうがないので、どっか持ってくんですが、はいはい、これは部品が多いんですよ、ちっちゃい部品なのに、はいはい、だからそういうの結構多いです。そう、うん、OEM で結構いろんな部品使ってるんで、キーシリンダーフィアットだったりとか、うん、はい、このアイラインなんかはここに日産のマーク隠すためにこれついてるんです。これ純正なんですけど、あ、はい、そうなんですか。これここに日産って ついてるんですよ。なるほど、で見えちゃうんで、はいはいはい、あの後からアイラインで隠したんで、これも純正でついてるんです。これ社外かと思ってました。社外じゃないですよ。これ本当に日産の当時 の、 あの Z の本当の純正ライトなんで、ここにもランボルギーって書けよ、ね、そこぐらいはやってほしいですよね。ちょっとね、せっかくなら、もう日産のロゴ隠しです、これは。そうなんだ、いや隠してるんですよ、ちょっとあの日産ってロゴ見えちゃうの、マジでなかなか普段聞けないですよ、これ。オーナーさんじゃないと、オーナーさんじゃないと絶対わからない話ですね。いや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 、すごいな。どうもありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。